掃除旅立ちの日を迎え厳しい寒さの中にもこないだ私の仕事を見に来てくれたでしょ私が頑張ってるとこ見たでしょ私も見たいんだよあやっぱりおしゃれ美容院はすごいなーに掃除の原稿忘れたってもうすぐ始まるんじゃん。大丈夫じゃんいかいか分かってんだろ大丈夫大丈夫大丈夫だ俺から目をそらすな先輩にはさまざまなことを学びましたその中では辛くて厳しいこともあるかもしれませんそれでも結局一歩を踏み出すのは自分自身ですでも逃げ出さないもう光と出会ったからだから大丈夫挑戦をやめないで自分を好きになって全ての出会いが宝物になりますように愚民どもがゴミのようでしたよ。